ハヤトの次は、アカネちゃんか。いやー、切なきゅうすきだよ。だって、今言うた通り、ハヤトの次に、アカネがなんか、変な影響を受けたみたいです。家から出た後やな。アカネが落ち着いた頃を見計らって、私たちは帰宅することにした。やっぱりアカネちゃんも、黒い影のせいなのかな。少し歩くと、ゆかは立ち止まり、うつむいたままそう言った。私は振り返ってゆかをなだめる。そうかもしれないけど、でも、隼人とはちょっと違うような気もする。ないよな。なんか確かに隼人とは違う。隼人もなんか家から全然出ん状態だったし、元気もなかった。それに対して茜は元気ではあるんよな。なんか微妙に違うんよな。ただ微妙に違うだけかもしれん。茜は怯えてはいるものの、異常というほど精神が病んでいるようには見えない。だいたい俺の言ったことのちょっと、もうちょい細かく言ったらみたいな感じの文になった。そんなことを、いいなは言い出したよ。そう思うのは、ハヤトのノートを見てしまったせいか。あ、確かにあれは精神が病んどるっていうレベルじゃないもん。あかねちゃん、ちゃんと学校に来られるようになるかな？なるよ、絶対。ふと、ハヤトの言葉を思い出す。あいつらは、町のどこにでもいる。逃げても無駄。もし、あの黒い影が、アカネを襲っているのだとしたら、今はまだ家の中で引きこもっている方が、アカネにとっては安全なのかもしれない。そうやな。今はまだ、って、一体、いつまで？時間が解決してくれるかどうかはわからない。かといって、他に解決策もないから、それに頼るしかなかった。わからんもんな、黒い影って名前以外、どんなやつかっていうもん。さあ、暗くなる前に、早く帰ろう。そう言って振り返った。その時だった。え？え？何今の？黒い影？え？何今の？今、何か見たような、見えたような。どうかしたの？え？ううん、何でもないよ。ただの見間違いかもしれない。一瞬だったから本当に影だったのかどうかもわからない。もしかしたらカラスかもしれない。いや、カラスはないんちゃうんかな。カラスはさすがにないんちゃうんかなって思うよ、俺は。黒いだけやもん。でも、もし今のが黒い影だとしたら、それが見えてしまったということは、私も？イリナちゃん、大丈夫？あ、ううん、行こう。大丈夫。大丈夫。きっと大丈夫。そう自分に言い聞かせながら私は歩き出す。黒い影、まさかね。結局、それ以降家に着くまで同じような現象は起きなかった。よかったよかった。黒い影だったとしても、とりあえずは安心な感じになったな、うん。家に帰り、夕飯を済ませ、私は何をするでもなく、ぼーっとしていた。ダメでぼーっとしとったら、ハヤトと同じような展開で。いや、これは無意識じゃなくて、ちゃんとぼーっとしつつのぼーっとな。それ、ぼーっとって言うん。ぼーっとって、無意識のうちに何も還元状態になっとるんがぼーっとであって、それをさ、なんつうか、革新的にボートするって、それもうボートじゃない。ハヤトが死んでしまってから、何もしない時間が増えた。ハヤトがおったら、その時間はいつも何しよったんだろうな。メールとか LINE とかで、チュッチュ、いっちゃいっちゃ、チュッチュッチューでもやりよったんが、いっちゃいっちゃ、チュッチュッチュー。いっちゃいっちゃ、チュッチュッチュー。多分、ハヤトのことやけんさ、LINE だったら結構自分の思い伝えれよんだろうな。勉強もあまり手につかない。まあそれはわかるわ。で、勉強はさ、
そりゃそういう状況じゃないんやけんさ一生懸命生きる、ハヤトの分も生きる、そう心に決めたものの、やはりハヤトの死が私に与えた影響は大きかった。そういうもんじゃよ。そりゃ両思いだったんやけんそうなるわな。うっかり泣いてしまうことも多々ある。お、まだなんか誰からか電話か。テーブルの上に置いていた携帯がうるさくなり始める。手に取って液晶に視線を送る。お父さんの名前が表示されていた。お父さんの名前とか出てきた、このゲーム出てきたような出てこんかったようなやな。もしもし、どうかした？おお、エレナ。いや、しかしは元気になったかなと思ってね。こんな感じだっただけ。パート2ぐらいで出てきたよな、お父さん。ハヤトが死んでしまったことはお父さんも知っている。あれから何度かこっちを気遣って電話をくれたりしていた。いいお父さんで離婚したのに。結構妹じゃないわ、娘、元とはいえ娘思いで離婚したのにうん、まあ今も時々泣いちゃうけど、でも大丈夫、なんとかやってる。そうか、それはよかった。仲のいい子がずっと学校に来ていないって聞いているけど、そっちはどうだい？あかねのことだろう。うん、まあね。あ、でもあかねはハヤトのことがショックっていうより言いかけてやめる。あまり人に言って回るような話じゃなかった。ストレートに言おうとしとったんだよそりゃあ黒い影と言うたってさ。は、何それね言うより、うん、うん、何でもない。流そうと思った話をお父さんが拾ってくる。え、何か彼女に学校に来ない理由に思い当たることでもあるのかい？ん？やべえ、お父さんがすごい鋭いメスを、メスっていうかな、鋭い質問してきたぞ。どう返せ、リナ。その顔はやけに真面目なもので引っかかりを覚える。お？なんで？知りたいの？いや、別にそういうわけじゃないよ。はは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 。いや、もし精神的に参っているんだとしたら、カウンセラーの知り合いもいるし、とか思ったりな。何かを必死にごまかすように、父さんの早口でそう言った。なんか前のお母さんもそんな感じだったよな。職場が一緒ってことは、何かしらなんか共通の隠し事でもありそうな気がするよな。それがなんかは全然わからんけど、そんな気がするわ。そんな態度のせいで生まれた疑念を払えず、お父さんこそ何か知ってるんじゃないの？私はそんな質問を投げかけていた。何を言ってるんだよ、何も知らないって。怪しい。もっと深く尋ねようと思った矢先。じゃあ俺は仕事があるから。お父さんを一方的にそう言って電話を切ってしまった。これは訳ありじゃわ、なんかあるな。ああ、イリナも同じこと言ってるお父さんは嘘をつくのが下手だ下手やな、確かに。すっごいわかるわ、これは。きっと嘘をつくのがもっと上手ければ離婚だってあと数年は先だったかもしれない。そのくらい下手だ下手の例え方はすっごい意地悪やな、お前はここで離婚の話出さんでもいいのにでも父さんが何を知ってるっていうの？その時ふとあの心霊スポットに行った日の母さんの様子が頭に浮かんできた。あの時の母さんも何か様子おかしかったような。父さんと母さんは同じ職場に働いている。そして同じ質問を私にしてきた。二人は研究職らしいのだが、
何の研究をしているかは極秘で教えられていない。そこから考えられることは、もしかしたら父さんたちの仕事と黒い影は関係あるのかもしれないということだった。なんかさ、さっきも言うたけど、イリーナってさ、俺の言うたことのちょっと詳しく説明した版を言うよな、なんかこれやってさ、俺やって母さんと父さんは一緒の秘密ことはあるんじゃないかって言うたらさ、黒い影は仕事と黒い影は関係あるのかもしれないっていう、さらに奥底に進んでいったことを言い出したよ。うん、なんか俺の実況したことをさらに綺麗にしてくれよるナビみたいな感じになったんで、エリナが実況ナビやって翌日学校に登校すると、タカシが近くまで歩み寄ってきた。タカシか、おはよう、イリナ。アカネちゃんの様子はどうだった？おはよう。うん、まだ来られそうにないよ。そっか。タカシは表情を暗くして、うつむくだったかな。そんなに気にしちゃダメだって、タカシのせいじゃないよ。いや、でもやっぱり、アカネちゃんが今学校に来れないのって、黒い影のせいだろ、きっと。いや、それは、なんて言おうか迷っていると、ユカカが教室に入ってくる。お、ユカちゃん。おはよう。どうしたの？ああ、いや。今、タカシに昨日のことを話してたところ。そうなんだ。落ち込むタカシに、ユカは笑顔を見せる。大丈夫だよ。思ったより全然元気そうだし、そのうち学校にも来られるようになるって。来た、ゆかちゃんのすごい優しい励まし。こんな励まされ方俺もされてみたい。よっしゃ、明日から俺黒い加減の影響を受けたふりしよう。おい高橋、ゆかがこんなにさ励ましてくれよんぞ。お前無言で返すことはないだろう。さすがにそれは無理があるような。あ、いい名前でそう思うか。いい名前で無理があると言い出すか。そう言いつつも私は少し反省する。アカネを今の状態から回復させる術を私たちは持っていない。それなら悲観的になるように、嘘をついてでも場を明るくできるよう努める方がまだいいことのように思えたからだ。まあだけどそれはユカの担当でいっか。お前ユカちゃんに負担を増やさせるなよ。お前ユカちゃんはそういうムードメーカーというか和まし役やけどさ、そういう嘘をつかせるのもよくないぞお前。私は私の役割をこなすことにする。あのさ、ちょっと聞いてもらってもいい？黒い影のことなんだけど。その言葉に二人は真剣な顔になってこっちを見つめてきた。あくまで推測でしかないんだけどさ、もしかしたら黒い影って麻薬のようなそんな効果を持っているガスとかそういう可能性はない？なるほどな。つまり黒い影は幻覚であって別に実体はないんだけど、麻薬みたいになんか精神的に追い詰められてハヤトがあんな感じになったって考えたら、まあおかしくはないんだ。でそうなったら、もしそうだとしたら、空き家におるんはそういうガスの持っとる密売しようような人とかそういう感じになるんかな。成り立つな。ガス？あ、いや、ガスかどうかは分かんないんだけど、前にも話したことがあったよね。私の両親って研究職でさ。ああ、聞いたことがある。それでね、その研究については極秘だから私にも教えてもらってないんだけど、でもどうも黒い影と関係あるんじゃないかなって。父さんや母さんの様子がおかしかったことを説明する。その説明を聞くと二人も同調してくれた。なるほど、ガスとかウイルスとか。
そういうのを研究している可能性っていうのは十分にありえそうだな。そんな危ない仕事しちょんかって話になるけどな、父さんと母さん。それならもしかしたらいつか症状を治す方法も見つかるかもしれないね。それが一番いいんやけどな、それだったら。ああ、うん。そういう考え方もできるね。そっか。そうだよね。やっぱこれは一人で考えるよりも二人三人で考えた方がいいって考え方やな、これは。他の方向から、他の視点から考える人がおるってことが結構ここで役立っとるというか、精神的に気遣いになっとるよな。うん。言葉が下手やけん俺説明苦手やけどね。とにかくなんとなく父と母を疑ってみることに主張的な展開になりそうやな。もし本当に父さんや母さんがあの症状を治す研究をしているのだとしたら、いや、父さんや母さんじゃなくてもいい。誰でもいいからその研究をしてくれてさえいれば、もしかしたら隼人が助かったイフだってあったのかもしれない。でももうそれは過ぎてしまったことだ。今さら何をしても隼人は戻ってこない。だったら私がすべきことはなんだ。父さんや母さんに黒い影のことや茜のことを素直に話して、茜をどうにかして助けること。それ以外にはなかった。これは茜は何度か助けれるフラグが来たかもしれんね。このゲームってね、なんつかエンディングは一つしかないんですよ。あの選択肢もなくて、完全にまっすぐなんですよ。これがマルチとかになったら選択肢次第で赤にも助けれる助けれないとか、下手すりゃ5人とも全員黒い影の餌食になるとか、そういう感じのも あるんかもしれんな。な、それを一歩にするところがこのゲームの特徴かもしれんな。それはそれで面白いよと思います。面白いよってめちゃくちゃ上から目線やん。面白いと思います。OK。 放課後、私は母さんが帰ってくるのを待っていた。とは言っても最近の母さんは夜遅くに帰ってきては朝は私が起きる前に仕事に出てしまうような生活。忙しいんやな。前から忙しそうではあったが、ここ最近はさらに忙しくなったように思える。じっと待っていたって母さんが早く帰ってくるわけじゃない。電話でもかけてみようか。母さんだって茜のことは気になっているだろうし、それについて話したいからと言えば早く帰ってきてくれそうなものだ。そう思って携帯を取った時、タイミングを見計らったように着信音が震え始めた。お？わあ。驚きつつ相手を確認する。液晶には茜の文字、茜の名前。え？茜？やばいんじゃんこれ。通話ボタンを押して耳に当てる。すると、え、エリナ、助けて。そんな茜の声が聞こえてきた。あ、茜？どうしたの？わかんないだけど誰か家に入ってきた。今、私が家でいないのに、どうしよう。お母さん電話出ないし。恐怖と焦りが電話越しに伝わってくる。やばいで、誰か入ってきたって黒い影家にまで侵入してくるんか。これ、お母さんじゃないの？お母さんなら帰ってきたら絶対ただいまって言うもん。ねえ、どうしよう。もう何も、警察には連絡したの？誰かってどんな人？わかんないよ。お、落ち着いて。とにかくこの電話切って警察に電話しなきゃ。やだ、切らないで、やだ。取り乱している様子に、私の方まで気が動転してしまう。どうしよう。泥棒？強盗？それとも何か他に目的があって？
いや、それより本当にそれは人なの？ふとそれを思ったとき、急に冷静になった。もしかして赤いの実に降りかかっているのは、すべて赤いの見ている幻想なのかもしれない。昨日の赤いの様子を見ていると、それでも納得がいってしまう。でも本当に誰かが赤いの家に入ったという可能性だって捨ててはいけない。エリナ、2階に上がってきたかも。アカネは相変わらず慌てたまま。アカネ、電話つないだまま、私は家電の方から警察にかけてみる。住所教えてもらえる？紙とペンを用意し、準備は万端だ。しかし、その時だった。アカネ？うそ！いや、来るな！来るな！いやそんな声とともに、激しい衝撃音が耳に届き、通話が切れてしまう。え？幻覚じゃない。絶対幻覚じゃないぞ、これは。アカネ？アカネ？背筋が凍りつく。え？すぐにリタイアするが、聞こえてくるのは電源が入っていないか圏外にのメッセージだけ。あ、アカネ、じっとしている場合じゃない。何突っ立っているんだ私は。早く動かなくては。携帯だけ持って私は家を飛び出した。でもってこれで多分赤井の家一軒やね。はい、というわけで、なんとここで赤根がとうとう何かに襲われました。そして多分もしかしたら次か次のパートあたり、次かそのん次かそのまた次のパートのどちらかあたりで最終回になると思うんですよ、この展開。さて、赤根は無事なのか。次のパートでお会いしましょう。シーワゲッ。